はい、こんにちは。今日はですね、iPad で合成画像を作る方法を紹介していきます。既存の画像にですね、他の画像をはめ込むやり方ですね。まあ、モックアップって言ったりするんですけど、まあ、プレゼンテーションの時とかにね、よく使ったりします。まあ、クライアントに、例えばこれだったら、iPhone の UI はこんな感じになりますよっていう風に見せるために作りますね。で、私はアートディレクターやったりデザイナーをやったりしてるんですけど、本当によくこういうのは作ります。で、普通こういうのってMac とか PC で作ると思うんですけど、まあ、今日はそれを iPad でも作れちゃうよっていう紹介をしていきたいと思います。はい、で、使うアプリなんですけど、今回はアートスタディオプロっていうアプリを使います。これ何かっていうと、ほぼフォトショップです。で、見た目とかツールとかも、もうほとんどフォトショップと同じ機能を持ってます。で、ただこれ日本語じゃなくて英語しかないんですよね。なので最初ちょっと使いにくいと思うかもしれないんですけど、まあ、フォトショップを使い慣れてる人だったら、まあ、すぐに使いこなせると思います。で、まあ、フォトショップの iPad バージョンが近々リリースするっていうニュースがあるんですけど、まあ、待てない人はこれを使ってください。1600円ぐらいで買えます。はい、で、アートスタディオプロを立ち上げていきます。私よく使うので、このドックのところに入れてます。で、最初の見た目こんな感じになっていて、右上のプラスボタンから始めていきます。で、今回はこの項目の中の New from Photos っていうところから写真を読み込んで始めていきます。そしたらですね、カメラロールから写真が読み込めるので、今回はですね、iPhone を手に持った写真を読み込んでいきます。はい、で、まずざっくりですね、ツールの説明をしていきます。右上のレイヤーですね、ここレイヤーのパネルになります。プラスボタンでどんどんレイヤーを追加していく形になります。で、左側がツールバーですね、ブラシとか消しゴムとかがあります。で、上がメニューバーで、画像を読み込んだりとか色の色調を変えたりする項目になります。で、左下に戻るボタン、左上に、全画面表示のボタンがあります。まあ、そんな感じで触っていただいてですね、使ってみてください。で、始めていきたいと思います。まずこの、画像のレイヤーをロックします。ギアマークを押してもらってロックポジションで鍵をかけていきます。で、その上にレイヤーを一つ追加してもらって、この画面の中に、違う絵をですね、持ってきたいと思います。で、どうするかっていうと、メニューバーの中に、レイヤーっていう項目があって、そこからアッドを押してもらうと、アッドレイヤーフロムフォトズっていう項目があるので、ここを選んで、そうするとカメラロールが立ち上がるので、あらかじめ撮っておいたスクリーンショットですね、 iPhone で撮ったスクリーンショットを読み込んでいきます。で、こんな感じで iPhone で、スクリーンショットを撮って、まあ、私の場合はこのスクリーンショットを、共有ボタンのメニューのところからもう iPad に投げちゃいます。すいません、ちょっと画面から外れてしまって見にくいんですけど、まあ、こんな感じで投げます。で、アートスタディオプロで読み込んでいきます。で、こんな感じで新しいレイヤーが追加されてますね。で、このスクリーンショットの画像をですね、この画面に合わせていく、フィットさせていくために、画像の変形をかけていきます。エディットっていうメニュータブのところからトランスフォームっていうのがあるんですね。それを押してください。そしたらですね、自由に変形できるようになります。端っこをですね、ドラッグ&ドロップしてもらったら大きくなったり回転したりできます。で、右側にですね、アンドゥ、リドゥっていうのがあって、アンドゥは戻るです。で、リドゥが進むですね。で、この回転ボタンで時計回り、反時計回りに回転が微調節ができます。で、矢印もあって、1ピクセルごとにこう動いたり、本当に細かい調整もできます。
でここですね、アスペクトレーシオっていうボタンがあるんですけど、これはですねオンにしてると、縦横比が固定されて、変形かかるんですけど、これをオフにするとですね、こんな風にロックされない形で変形されます。でここは常にオンにしておいた方がいいと思います。こんな感じでちょっと微調節して、位置を配置してもらって、でここですね、ここモードっていう項目があるんですけど、今スケールがオンになってるんですね。これをフリーの、ところをオンにしてください。そうするとこの端っこのですねポイントポイントで位置を調節できるんですね。自由変形をかけることができます。こんな風にミョンって伸びたりもできますね。でここを持ってもらって、この iPhone のですね端っこ端っこを合わせていくんですよ。こんな風にですね合わせてもらって、まあ手のところ見えないんでちょっと想像でこんな感じかなって合わせていきます。でこれで OK ってなったら Done っていう黄色いボタンを押すと、前のところに戻ります。でこっからですね、角の丸い部分を作っていきます。今丸描いてるところですね。でちなみに、2本指でタップすると戻るです。で3本指でタップすると進むになります。でここですね、端っこをどうやって角丸作っていくかというと、マスクを作ります。ギアマークのところから、ごめんなさい、ギアマークじゃない、下のプラスボタンのマークからアッドマスクっていうのを選択してもらって、でリビールオールっていうのをクリックしてください。でこのマスクのところをですね、ブラシの黒色を取ってもらって、いらない部分を塗りつぶしていきます。でそのまま黒で塗りつぶすと、どこまで塗っていいかわからなくなっちゃうので、まずこのスクリーンショットの画面の不透明度をですね少し下げます。そうするとですね下地が見えて塗りやすくなるんですね。で不透明度下げたらマスクレイヤーを選択してもらって、ブラシの黒でエッジを塗っていきます。でこれ髪の毛すごい生えちゃってごめんなさい、ポニーテールしてたんですけど、すごい前髪が入っちゃいました。画面を見てください。で今黒で塗りつぶしてるんですけど、白で塗ると、画像が復活します。なのでマスクで消すようにしてください。消しゴムで消さないようにしてもらうとですね、後から修正が効きます。でこの手のところもですね、あんまり硬くないブラシで、塗ってもらうと綺麗に塗れます。でこれパソコンだとマウスで塗りつぶすのって結構めんどくさいと思うんですけど、Apple Pencilだとすごい直感的にですねマスクを作れるので、すごいいいですね。でここまでできたら不透明度を 100% に戻してもらうとですね、もういい感じに枠の中に入ってほぼほぼ完成ぐらいだと思います。で最後ここ形だけ整えてもらって、最後はですね色調調整というか全体的なトーンバランスを整えていきます。で左下のプラスボタンで新しいレイヤーを作ってもらえます。一番上にレイヤーを作ってください。でその状態でですね、この左のグラデーションフィルっていうのを押してもらいます。でこれはですねグラデーションがこういう風に作ることができるんですね。でこれで何をするかっていうと、画面の中の光をですね作っていきます。今左から下かな、左下こんな感じで光が来てるので、こういう風にグラデーションを作ってもらって、でここですねクリッピングマスクっていうのをかけていきます。右上のギアマークから、一番下 Enable Clipping Mask かなを押してください。そうするとですね、この下のレイヤーだけにグラデーションがかかった状態になるんですね。
で次、グラデーションの描画モードを変えていきます。今ノーマルってなってるとこ、ここを押してもらって、でここを今回は、ソフトライトに変えていくのが一番いいかなと思ってます。ソフトライトにします。するとですね、画面の中の光の感じがちょっと入りますね。これで不透明度を変えてもらったりして調節してください。でこのままでも十分いいんですけど、ちょっとさらにですね、シャドウとハイライトを私は追加していきます。でここまでできたので、最後一番上にですねフィルターをかけてあげます。で合成画像を作るときに一番上にですねフィルターをかけてあげると、あの2つの違うトーンの、画像がですねいい感じに同じ色調になっていくので、あのぜひこれは最後に仕上げとしてやってください。で最後ですね、ここの、グラデーションマップっていう項目があるので、これを押してもらって、まあそうですね、今回はちょっと茶色のグラデーションフィルターをかけていきます。でここでちょっと色とか調節してもらって、まあ、シャドウの色を締めたいのでちょっと焦げ茶にしたりします。でこのグラデーションの描画モードを、まあ、さっきと同じようにソフトライトとかオーバーレイとかに変えるとですね、あのちょっと同じトーンで締まったような色味になります。で最後不透明度を、調整して完成になります。はい、ということでこんな感じでですね、iPad でサクッと合成画像を作る方法を紹介しました。まあ、10分ぐらいでできるので、外でもですねサクッと作れるので、あのぜひぜひ使ってみてください。で最後エクスポートする方法ですね、書き出しする方法だけ伝えて終わりにしたいと思います。メニューバーのファイルからエクスポートを押してください。そうするとですね、PNG とか JPEG、 あと TIFF と PSD、 Photoshop データと PDF、 あとは Art Studio Pro の形式でも書き出すことができます。私はですねもうこれ JPEG をいつも押して、で Next を押します。でそうするとですね、画像保存もできるし、他のアプリでもシェアできるし、私よくやるのはもう AirDrop でですね、このまま iPhone に送っちゃいます。まあ、メール送るときとかは iPhone の方が便利だったりするので、まあ、ここに保存しておいて、後から送ったりします。はい、こんな感じですね。はい、ということで今日は以上になります。またですね、このアートスタジオプロ使ってあの合成画像とか他のですね、あのレイアウトとか作る方法を紹介していきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。